ICU の英語を見ていきましょう。慶応にはここよりも難しいところはない。トフルを意識してる。イディオム熟語は正解になりやすい。選択肢がむずい。もう本当日本一レベル。本題始まりました。むてちゃんね。さあ、今回ですね。はい、小室圭さん、まこさん、まこさんなんですよね。もうまこ様じゃなくて。の結婚を記念して、ICU、国際キリスト教大学の英語って、どんだけ難しいのっていうのを話していきたいかなと思いますね。まあ、早慶越えをするなんて言われたりするところなんですけども、昔はね、やっぱり一番難しいのは ICU でしょ、私立は、みたいなね、言われてた時代もあるんですが、一体どうなのかっていうのをね、ちょっと話していきたいと思います。非常に特殊な入試です。英語で言うと、リーディングとか、リスニングとかあるのに、ね、総合教養とかね、そう、教養の問題が出たりするんですよ。面白いですよ。教養って、その日本語の講義聞いたりしますからね。じゃあちょっとね、英語どんだけ難しいのかっていうのをね、話していきたいと思います。受けたいって人もいるかもしれないので、 ICU の英語見ていきましょう。まずね、普通の入試とだいぶ違う。慶応にはここよりも難しいところはない。慶応の SFC よりも難しい。で、早稲田国際教養、今までの国際教養だったらまあどっこいどっこいかな。ただね、国際教養はライティングががっつりあるのに対して ICU はリスニングががっつりあるからね、難しいんだけど、2021年、 ICU の方2021年まだ出てないので、どこにも2020年の問題なんですけど、2020年の国際教養と ICU だったらまあまだ ICU の方が難しいかなっていう感じで、で2021年の国際教養のリーディングよりは全然 ICU のリーディングの方が難しいです。ただ早稲田でいうところの法学部国際教養よりも上なんで、だから社学のちょっと下っていう感じかな、早稲田でいうとこの。で、文章はもう全然社学の方が難しいです。早稲田の社学の方がはるかに難しいし、まあ早稲田の人科とかも文章で言うとすごい難しいので、人科の方がむずいとは思うんですけど、選択肢ですね。選択肢が異様に難しい。超深く読まなきゃいけない。これはトフル以上に深く読まなきゃいけないんじゃないって感じ。該当箇所分かってんのにさ、答え順番通りに出てくるから。でも2つの中からどっちだ ?4 つを2択に絞れたぞ。でもどっちなんだっていう感じ。そこがね、すごい悩んだね。めちゃくちゃ悩んだ。リスニングがまず30分あって、で、リーディングが60分あるって感じなんですけど、出題形式がね、面白いんですよね。トフルを意識してる感じ。で、特にトフルのペーパー版ですね。トフル ITP を意識した感じだと思ってください。なんで、まあ、ICU の過去問遡ってって、もうないですって言ったら、トフルの過去問が役立つかなと思います。ただ、トフルよりは優しい。ITP よりは優しくできていますね。速さがトフルの方が速いって感じ。かな。ただ内容もちょっと似てたりするんで面白いなと思った。あとは特徴としてですね、先読みの時間を与えてくれないっていうのが特徴なんで、先に読めないんですよ。ページめくっちゃいけないんです。先のページを見ちゃいけないっていうね。これがトフルと同じなんですよ。じゃあ解き方どうすればいいのかっていうんですけど、問題作成者側からすると、全部音声を聞いた後で設問選択肢見て解いてくださいねっていうことなんですけど、自分自身は聞きながら読めるので、聞きながら読んで全部解けました。難しいですよ。難しいけど、トフルの ITP ペーパー版のやつは、まあ、東大の院にいた時に、2回受けたのかな?受けたことあるんですけど、その時に、まあ、練習したんですけど、やっぱね、聞きながら解ける。トフル IBT ですね、パソコンの方は無理なんですよ。聞きながら解くことできないんで、最初に聞いてから解かなきゃいけないんですけど、これは可能ですよ。聞きながら解くことできるので、それでやるといいです。で、最初のパート1は、まあ、10問設問があるんですけど、一個一個、こう短い会話が流れて一つ一つ答えていく問題です。で、設問選択肢書いてあるんで、聞きながら読めちゃう人は楽かなと思う。で、やっぱりコツとしては引っ掛けが厄介なんで、ちゃんと何について話してるかですね。まあキャンパスライフとか結構出てくるんですけど、そこを理解して言い換えですね。やっぱちゃんと言い換えてきます。本文に出てた表現が別の表現に言い換えられてるので、そこを分かっとくってことが大事で、あとはね、イディオム熟語は正解になりやすい。あ、これいいイディオム、あ、これ難しいイディオムだなって思うと正解になってたりするっていうのはありますね。
確か narrow down とか言ったと思うんだよね。ああいいイディオム出てるなと思ったらやっぱりああ正解になったっていうのがね何個もあったんで、やっぱそういうの、あ道案内とかもあったな。うん、ちょっとねなんか選択肢の中で難しい表現があってそれが正解になりやすいなと思っちゃった。で、part 2がちょっと長くなります。あの、2問付きと3問付きがあったんで、で、レベルは上がりますが、これもやっぱり聞きながら読める人は有利だなと思いましたね。で、ここは、その最初の2問付きの問題が、聞きながら解けちゃう人は、はい、回答時間ですっていうのがあるので、その回答時間に先を見ちゃえるんですね。3問あるので、下の3問が見えるので、それでいけるんじゃないかなと思ったね。3問付きのやつはだいぶ長く喋ったけど、ここしか答えに関係ないじゃんみたいな感じだったね。1問目と言ってから2問目まですげえ喋んな、全然出てこないなと思ったら2問目3問目パパッて終わった最後で。 part 3はこれ長いです、レクチャーで5問付きなんですけど、いやこれは難しいと思いますけど、まあ順番通りに答えが出てくるっていうのがあるので、順番通りにこう聞きながら読めていくと説問選択肢ですねできると有利ですね。で自分自身は前から読んで読みながら聞いてて、あ答え出た次読もう、でこう聞いてて、あ答え出た次読もうっていう風に進んでいきます。ただし1回しか読まれませんので、これだから聞き逃したら危険ですよね。こうやって読んでて、あれ答え出てこないな出てこないな出てこないな、あ全部終わっちゃったみたいになったら非常に大変ですね。だからちゃんと答えも出していくし記憶にも残していく、両方やってないといけないですね。全体の内容記憶を残すっていうのも大事。ただすごい細かいこと聞かれるんで、後から解いた時かなりきついと思うんだけどね。やっぱ聞きながら解かないと相当大変だと思う。でこれもだから5問解いて、その後90秒あって、その90秒で先のじゃあ5問読めんのかって言ったら読めないんですよ。ページめくっちゃいけないので、だからとってもめんどくさいですね。すごい細かい数字聞かれるから、まあ1セット目2セット1目は結構いけるんじゃないのって感じだったんですけど、まあ、文系と理系が混ざってるような感じ、ちょっと実験が入ってたりしたんですけど、最後だけがっつり理系でしたね。ブワンとレベルが上がったね。自然科学系になってて、まあ、これは数字も多かったし、大変な人が多かったかなと思いますね。最後のレベルだけゴンと上がるって感じですね。やっぱリスニングがもう本当できる人じゃないと話にならないって感じかな。英検でいうとこの準1なんかは余裕って感じ。トフルまではいかないですね。でもね、IL2 よりはまあどっちかな、 IL2 っていう感じのリスニングだと思います。だから相当大変ですよ。小室さんそんな大丈夫なの、アメリカで過ごして。いやこのレベル聞けるんだったらね全然大丈夫だと思いますよ。まあ、トフル IBT でいうところのまあ80-90ある人だったらまあまあまあいけるんじゃないって感じかな。まあ、4技能利用もありますしね、 ICU ね。でリーディングですね。いやリーディングがねこれね不思議と難しい。なんだろうね、60分あって、でパート1が3つの文章を読んで、でパート2が穴埋め空所補充ですね、12個あって、合計するとすごい問題数だもんね。合計すると66もあるからね、相当大変ですよこれ。だから時間ないと思う。その文章はそこまでじゃなくても一問一問すごい時間かかって解くんで、最初タトゥーとかさ、まあタトゥーだから読みやすいと思って言ったのにさ、どっちだよみたいなのがいっぱいあって、えぇ、ーってなったし、二つ目もそうですね、この戦争とかそういった人間のこのバイオレントなこう戦いみたいなのが減ってるかとかっていうのに対して、そうなのっていう疑いの目がかかってるみたいな、こんなもん読んだことあるんですよ。もうすでに読んだことあるのに選択肢がむずい、マジで、どっちっていう感じになる。あ、三つ目もね、難しかったね。DNA の内容でしたね。結構、まあ、長いんですよ。長くていっぱい書いてあって、普通の大学入試の勉強で総計レベルまで行ってない人にとっては相当大変。マーチとかのレベルだって全然終わんないですよ。60分じゃ全く終わりません。ただやっぱ選択肢はどれが正解なんだっていうのは、もうほんと日本一レベル。選択肢の難しさ、トフルよりも精読がかなり大事になるって感じかな。で、最後の穴埋めも、これいけんじゃねえの？語の形とかもあるから、語形とかもあるし、いけんじゃねえ、いけそうだなと思いきや、よくできてるね。よくこんな引っ掛けられるように作ってるなと思った。まあ、読解ほどは悩まなかったですけど、でもそれでもいわゆる早稲田の文とか文化構想の穴埋めより難しい、上智の穴埋めよりも全然難しいですね。長文中の穴埋めなかなかすごいなと思いました。 ICU さすがだぜ。だからね、なんか小室圭さんの英語力疑ってる人いますけど、こんな難しい入試問題一般入試でやったかわかんないですけど、そしてそういった大学を出てますからね、まあやっぱりお二人とも英語はすごいんじゃないかなと思います。はい、という感じでトイック満点講師が分析してみました。むずいです。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.